アクアでのドライブをもっと快適に。そんなコンセプトから土屋ヤック株式会社より誕生した製品、フロントコンソール電源ボックスをご紹介しましょう。このフロントコンソール電源ボックスってどのような製品なんですか？はい、二口ソケットと USB ポートを使いやすい場所に簡単に増設できる製品です。ここのコンソールに装着するんですね。そうです、両面テープを剥がしてこう設置するだけです。わー、簡単についちゃいました。この USB ポートではスマートフォンや MP3 などが充電できます。そしてこちらのソケットでは電装品が使用できます。この小物入れも便利そうですね。小銭などを入れる小物入れとして使用することもできますし、こうしてスマートフォンや MP3 の充電中の置き場所として使うこともできるんですよ。なるほど、これはとっても便利ですね。アクア専用のフロントコンソール電源ボックス、自信を持っておすすめします。